本校では日本キリスト教団の教会である足利教会を扱う。栃木県足利市にある栃木県最初の独立系、後に旧組合系の教会となった。足利教会の名称を持つ、あるいは含む組織としては、同じ教団内に日本キリスト教団足利東教会があるほか、足利に最初期にキリスト教を宣教した。 正教会の教会である足利ハリストス正教会、さらにカトリック、足利教会、足利聖書バプテスト教会などがある。1883年に、足利市で日本一致、キリスト教会の伝道士によりプロテスタントの伝道が開始され、石倉九次郎、大石の秀らが中心になり、抗議書が設けられた。1887年には、津久井新三郎、 石川隆吉らが新たに講義書を設け、農村部や佐野、栃木方面に伝道を始める。1889年、日本キリスト一致教会本部は、星野光太を派遣し、栃木教会を組織化する。1890年17日に教会を設立する。1892年年層の啓発のために、友愛議団が結成される。バプテスト派の信者、河雲吉が、 友愛議団の英語研究会の講師になる。河合により、友愛議団に、キリスト教精神が広まる。また、石川隆義と、石川角次郎は、キリスト教会に、友愛議団の中心人物である、原田貞助は、日本一、キリスト教会また、足利竹千代は、日本組合キリスト教会にそれぞれ所属していた。1九百一年十一月三日、日本キリスト教会、 バプテスト派、キリスト教会、日本組合キリスト教会の4つの派の信者が集まり、どの教派にも属さない、独立教会を設立することになった。初代牧師には、森田金之助が迎えられた。原田貞介の提唱で、1906年6月17日、足利市派町に街道を建設した。しかし、選挙と維持運営が混乱になり、10月6日に、 森田牧師の勧めで日本組合キリスト教会に加盟することになった。その後、石川博司康、星野光太、H ペドレー、稲垣慎、有馬淳清志らを招いて伝道を行う。また、明治末期より大正時代までに、牧野虎寺、海老名壇上尾崎高堂、原田助、島田三郎が訪れて講演を行い、婦人会も、 にはもと子、エビナミアラを招いて講演を行った。1941年に日本キリスト教団に所属した。戦時中は共生が衰えるが戦後再建し足利キリスト青年会を結成する。1954年教会附属緑幼稚園を開園する。1977年に幼稚園を江川町に移転し規模を拡大し学校法人になり、 障害児との統合教育を実践する。1983年4月に、教会も江川町に新築移転する。ありがとうございます。